はい、ということで今週もやっていきましょう。毎週木曜日更新の木曜スペシャル、クイズゲームはこちらのゲーム、みんなの常識力テレビをやっている感じです。いきましょう。こんばんは、常識力テレビスタートです。はい、始まります。お久しぶりです。前回のトレーニング大丈夫です。今日の常識力テレビ、今日は何もないです。今日デシャバルやついないです。デシャバル四角いやついないさあトレーニングやっていきましょう。緊急の常識、ワインの常識、暮らしの常識、遊戯の常識、教養の常識、復習ということで、遊びの復習ですね、今回は。ということなんで、やっていきましょう。ボジョレ・ヌーボー近いからね。そんな近くないか。11月の何日かぐらいですもんね。うん、じゃあ、まず緊急の常識からいきましょう。余震とは、本震前に震源域で起こる小さな地震のことである。本震前に起こるやつではないですね。はい、はい、正解。余震とは、本震発生後に起こる小さい地震のことを指します。はい、本震後です。本震発生直後からは、ある期間、本震の、震源域やその付近で起こる本震より小さい地震を余震と言います。小さいと言っても場所によっては本震と同等の揺れが起こる場合もありますので警戒が必要です。そうなんですね、余震といえども侮れないというのが熊本地震でしっかりと証明されましたので気をつけましょう。都道府県提供の防災情報ページレッドページが掲載されているものはどれか、うん、レッドページが掲載されているもの、1、年金手帳、3、ハローページ、4、経済白書。レッドページ、都道府県提供の防災情報ページ、防災情報ページ、担保、2、年金手帳、3、ハローページ。ハローページ載ってるかな。経済白書、年金手帳にはないでしょう。経済白書とはまた違うもんね。官報かハローページだと思います。ハローページかな。はい、正解。レッドページとは、ハローページの冒頭、防災情報が掲載されているページのことです。はい、レッドページとは、ハローページ電話帳の冒頭、防災情報が掲載されているページのことです。該当ページが赤枠で囲まれていることから、この名前が付けられており、都道府県から、都道府県が提供する緊急時の心得などの情報が掲載されているということですね。ハローページ、あんま読んだことない。3問目。運転中に大地震が発生し、うん、車を置いて避難する際の行動として、うん、正しいのはどちらか。抜かなくていいんじゃないかな。緊急で動かさないといけない場合があるから、鍵はそのまま。はい、正解。大地震の際、車外に出るときは、うん、キーをつけたままにしておきますですね。はい、キーをつけたまま逃げましょう。逃げる場合はね、はい。車の運転中に大地震に遭うとハンドルが取られてしまい、運転を続けるのが非常に危険になります。運転中に大地震が起きたら、衝突したり追突されないように注意しつつ速度を落として停止しましょう。停止する際は救急車や消防車などの緊急車両が、緊急車両の通行を妨げないようにできるだけ道路外の場所に移動しましょう。やむを得ず道路上に停止するときは道路の左端に駐車します。そして車外に出る場合には窓を閉め、エンジンを切ったらキーをつけたままにし、ドアロックはしません。キーをつけたままにするのは、ドライバーがその場を離れた後車を移動させる必要が生じた場合に第三者でも運転できるようにしておくためです、ということだそうです。はい、あ、映像ね。はい、キーは差したままでいきましょう。4問目。災害時の安否確認などを目的とした NTT グループの災害用伝言ダイヤルサービスの番号は何番か。何番やろな。119-2-171-3-117-4-115 ぐらいじゃなかったかな。あ、171。災害用伝言ダイヤルは、自宅電話番号などを ID として録音再生を行います。これ覚えておかないといけないですよ。うん、災害用伝言ダイヤルは、災害時の安否確認などを目的に NTT グループが一時的に運用する伝言ダイヤルサービスのことです。171、忘れていないの意味です。はい、忘れていない、
伝言サービス忘れていないっていう、そういう覚え方しましょう。に、電話することで利用でき、利用者の自宅電話番号などを ID として、録音再生を行いますということで、災害時伝言ダイヤルは、171だということを覚えておきましょう。忘れていないですよ。災害や事故などで大量の負傷者が同時発生した場合に、負傷者の治療の優先順位を設定することを、聞いたことある。何というか、1、サイバルキャスト。違う。2、リスクコミュニケーション。違う。3、トリアージ。それ。4、ライフセーバー。違う、これ、トリアージ。OK。トリアージは、限られた医療資源で、最大限の救命効果をもたらすために行われます。はい、ということなんですよね。トリアージは災害や、事故などで同時多発した、じゃあ同時発生した、大量の負傷者を治療する際に、負傷者に治療の優先順位を設定する作業です。限られた医療資源で最大限の救命効果をもたらそうとする医療現場における、緊急手段と言えるでしょうという、そういうやつなんですね。なんか、こう、負傷者ごとに色分けするんですよね。で、一番赤色の一番こうすぐ手当てをしないといけない人から、順にこう手当てをしていくみたいな、そういうやつですね。うん。なんでやったかな？なんかで見た。ドラマか。ドラマかなんかで見たらな。うん。そんなトリアージでございました。よも世界。お疲れ様でした。結果は4、解説では。ということですね。災害時伝言ダイヤルだけ忘れてました。今日のトレーニングを忘れていないです。記録しました。さあ、シールを貼ります。そっか、今日10月4日か。10月4日。で、明日が10月5日でしょ？公開日が10月5日ですよ。ニンテンドークラシックミニファミリーコンピューターの発売日やね。うん。僕、予約できてないですけど。予約できてないですけど。10月5日。うん。ニンテンドークラシックミニスーパーファミリーコンピューターね。スーパーファミコンの発売日なんですけどね。うん。僕は買えてないですよね。残念。スーパーファミコン、ミニスーパーファミコン以外のやつがいっぱい届きます。うん、関連書籍と、で、ファイティングコマンダーって、連射機が届きます。関係ないのばっか来ます。はい。そんな私でございますが、引き続きやっていきましょう。10月5日公開しております。ワインの常識いきましょう。お、またこの写真。西洋料理のレストランで、よう出てくるわ。ワイン専門のスタッフのことを何と呼んでいるか。スタッフーって、スタッフーって。それ無理。それ無理っつってソムリエが言うんでしょうね。ソムリエ。それ無理っつって。絶対言わんけどね。ソムリエは自分の勤めるレストランのワインについて。絶対ソムリエはそんなん言わんけどね。責任を持ちます。そう、責任を持ってるから絶対言わんでしょうけど、それ無理って言うんでしょうね、きっとね。レストランのスタッフは客を案内して注文を通るメートルデトル、うん、料理を運ぶサービスマン、ウェーターね、うん、ワインの専門のソムリエなどがいます。ソムリエは自分の勤めるレストランのワインについて品質管理など全てを把握し責任を持ちますということで、ワイン専門の人ですね。はい。ワインの説明として正しいのはどれか。ワインの説明として正しいの。1、日本酒などと同じ醸造酒。醸造。2、梅酒などと同じ混成酒。混成。3、焼酎などと同じ蒸留酒。蒸留。蒸留ではないでしょ。なんかワインをこうひたすら潰して、それでワインじゃない。ブドウをひたすら潰してそれを蒸留してるから蒸留酒。はい、正解。醸造酒は果実や穀物を発酵させて作り、代表的なものにワイン、ビールや日本酒などがあります。そうです、醸造酒ですね。酒は大きく醸造酒、蒸留酒、混成酒の3種類に分かれます。醸造酒、醸造酒ね、うん、すげえ言いづらい、は果実や穀物を発酵させて作り、代表的なものはワイン、ビールや、日本酒などです。発酵によってできた酒をさらに蒸留して作るのが、ブランデーやウイスキーに代表される蒸留酒です。混成酒は、醸造酒、さらに蒸留酒に
香草や果実で味付け、風味付けしたものです。ワインはブドウの果汁などを10日から、20日ほど10日から20日ほど発酵させた後、樽に入れて、貯蔵庫で寝かせて作ります。また皮や種と一緒に、発酵樽、発酵桶、発酵槽ですで入れると赤ワイン、果汁だけを発酵槽へ入れると白ワインになると。全部が入ってんのが赤ワイン、果汁だけ入れたのが白ワインってことですね。そうなんや、白ブドウを使ってるから白ワインやなんやと思ってました。違うんですね。3問目、シャンペンの生産地、シャンパーニュ地方がある国はどこか。シャンペンもワインなの？シャンパーニュ地方、シャンパーニュ通からやっぱりフランスじゃないの？はい、正解。シャンペンは炭酸ガスを含む発泡性のワイン。発泡性のワインはシャンペン。全然もうそこら辺縁遠いからマジで、シャンペンはフランスのシャンパーニュ地方で作られる炭酸ガスを含む発泡性のワインのことで、シャンパンとも言われます。発泡性のワインは他の地方や国でも作られていますが、これらはシャンペンを名乗ることは許されません、許されていないと、食前酒、食中酒に合うものが比較的多く冷やして飲みます。結婚式などでの乾杯や自動車レースの表彰式など、祝いの席で多く飲まれていますということで、シャンペンでした。ワインにコルク栓を使う理由について、間違っているものはどれか。コルク栓を使う理由、1、弾力性があるから、2、として間違っているのか、3、空気をよく通すから。空気をよく通すんでしょうか。腐りにくいのは腐りにくいんでしょうね。弾力性がある、弾力性は関係ないんじゃないかなと思うんですが、空気をよく通す、まあ多少は通さないといけないかな。弾力性か空気だろうね。空気を通したらダメなんじゃないかなっていうところは、ワイン果実酒だから空気を含むと酸化しちゃうからね。これじゃないかな。はい、正解。コルクは空気を通しにくく弾力があり腐敗しにくい天然素材です。はい、正解でした。コルクは空気を通しにくく弾力があり腐敗しにくい天然素材です。そのため空気に触れさせず長く熟成させると風味が増すワインの栓としては大変適しています。ただしコルクは乾燥させると縮んで隙間ができてしまうので、ワインを保存する場合は必ず横にし、コルクにワインが触れている状態を保つようにします。ちなみにコルク栓に押されている焼き印は醸造元を示すものですということですね。だからワインは横に、ワインセラーって全部横向きですもんね。なるほど。乾かさないと、じゃあ乾かしたらダメだから。コルクを乾かしたらダメなんです。縮むから。だから酸化させたらダメだから、寝かして置いておくということだそうです。最初問題いきましょう。ボージョレーヌーボーの説明として、ボージョレーヌーボー出た。ボージョレーヌーボー来たよ。毎年4月の第3木曜日、4月じゃない、販売が解禁される。もうすでにここで間違っている。2、ヌーボーは11月ですよって俺最初に言っちゃったもん。3、発酵期間が約2ヶ月フランス語で新しい、通常のワインより短い、通常のワインより短いんでしょうね、きっとね、知らないけどこれが間違ってるから後は合ってんでしょうね。はい、はい、正解。ボージョレーヌーボーは毎年11月の第3木曜日に一般への販売が解禁されます。11月の第3木曜日ということは、16日、11月16日だそうです。楽しみにしておきましょう。俺関係ないけどね、大して飲まないしワイン大して飲まないし。はい、ボージョレーヌーボーは、フランス南東部のボジョレー地方で作られるワインです。ヌーボーとはフランス語で新しいという意味で、その名の通りその年の新酒を指します。普通のワインと違い、収穫から発酵、醸造までなどの工程を経て飲まれるまでの期間が短く、フルーティーな味わいと口当たりの軽さが人気となっています。毎年11月の第3木曜日に一般への販売が解禁され、日本でも多くの愛好家がいますということで、ボジョレーヌーボー愛好家がいるとのことです。あざした。はい、全問正解。
飲まんくせに全問正解です。お疲れ様でした。解説ではこれじゃあ飲まんくせに全問正解だったら飲んでる人にとってはもう鼻くそほじりながらいけるデブですね。じゃあ続いていきましょう。鼻くそほじりながら暮らしの常識。ほじりませんし、私ほじりませんしいや知らんがな。バーゲンなどでよくどうでもええわ。エンタが鼻くそほじるかどうかを。正しいのはどれか。お1. 閉店時間直前に行う安売り。2. 女性客のみを対象とした安売り。え、違う。3. 各企業の会計年度末に行う安売り。あーですね、これね。はい、正解。決算セールが3月に多い理由は、多くの企業が4月から新会計年度となるためです。そうです。その前に駆け込みでこう、もうどんどん売り上げようという、そういう目論見があるってことですね。商品在庫が膨れ上がることは経理上好ましいことではありません。したがって決済が近づくと在庫を減らし、現金化するために決済セールなどの名称で消費者の購買意欲をかきたてるセールが行われます。決算セールが、3月に多い理由は多くの企業が4月から新会計年度となるためです。扱われる商品は新品ですが、通常価格の1割から3割程度、3割程度値引きされています。中には半額以下といった破格値の、商品もありますということで、決算セールの情報でした。第2問。人が肺に出し入れできる、空気の最大の容量を何というか。ほう、白滑古心旧肺、肺活量でしょうね。はい、正解。肺活量は深く吸い込んだ息を最後まで吐き出し、その空気の容積を測定します。はい、肺活量計とかやったことはないか。やったことないな。肺活量計ってありますよね。なんか水に浮いたやつになんかこう息をプスーって吹き込んで、でどこまで行くかみたいな、そんなね、見たことはある。肺に出し入れできる空気の最大の容量を、肺活量と言います。深く吸い込んだ息を最後まで吐き出して、その空気の容積によって測定されます。年齢、性別、体格によって異なりますが、一般にスポーツなどで運動量が多い人は肺活量も大きくなります。また30歳を過ぎると下降線をたどり、呼吸系の病気にかかった場合にも減少しますということですね。30歳、私その曲がり角にやってきたということですね。はい、まあ今月で31歳になりますけど。31歳、いわゆる練り製品はどれか。次の中から練り製品3つ選べ。練り製品を3つ選べということで、このバターは違う、キャビアも違う、はんぺんは練り、フォアグラ違う、海苔も違いますね、カズノコも違う、フカヒレも違う、アンチョビも違う、魚肉ソーセージは練りです、スルメは違う、ミタキニシンも違いますね、かまぼこはそうですね。はい、この3つです。はい、正解。主な練り製品としてかまぼこ、ちくわ、はんぺんなどがあります。はい、練り製品とは魚肉をすりつぶし、塩でんぷん、卵白などを加え蒸したり揚げたりした加工食品です。魚肉に適量の塩を混ぜると粘りが出る性質を利用して製造します。主な練り製品にはかまぼこ、ちくわ、はんぺん、つみれ、さつま揚げ、魚肉ソーセージなどがあり、材料にはスケトウダラのすり身を用いることが多いですということですね。はい、続いての問題いきましょう。次のうちタイ料理の調味料としてよく用いられるのはどれか。タイ料理の調味料。1. コンデンスミルク、2. ココナッツミルク、3. エバミルク、4. ソイミルク。あんな、エバミルクかな。いや、ココナッツ。はい、正解。ココナッツミルク。タイ料理は複雑な味付けに特徴があります。はい、複雑な味付け、タイ料理は甘い、辛い、酸っぱいの3要素の複雑な味付けに特徴があります。魚を塩漬けにし発酵させて作る魚醤のナンプラー、粉末唐辛子、生唐辛子、酢、砂糖、ハーブ、各種の香辛料、ココナッツミルクなどが、調味料としてよく使われます。エビを入れ、レモングラス、バイマックルー、パクチー、青唐辛子、生姜などで香りと辛みをつけ、ナンプラーなどの調味料で味を整えたスープ、トムヤムクンは、酸っぱくて辛いタイ料理で代表する、タイ料理を代表する料理です。私もトムヤムクンヌードルが好きですね。よく食べることがあります。よっぽど辛いので、汗かきたいって時だけですけどね。
あんま食べなかい。あんま食べないか。はい、まあ、どっちでもいいや。最終問題いきましょう。4月23日のサンジョルディの日に男性に贈られるものは何か。サンジョルディの日。サンジョルディの日って何ですか。馴染みがないですけど。サンジョルディの日。サンジョルディの日。4月23日のサンジョルディの日に男性に贈られるものは何か。サンジョルディの日って何ですか。サンジョルディ、4月23日サンジョルディの日、何なんでしょうか。帽子か本やと思うねんな。帽子。あー、本でよかった。サンジョルディの日はスペインのカタロニア地方の風習です。日本人やし俺。関係あらへんし。4月23日サンジョルディの日とはスペインのカタロニア地方の風習で、聖ジョルディを称える日です。その日はドン・キホーテの作者セルバンテスの命日でもあるため、スペインのカタロニア地方で本の見本市が開かれます。また同時期にバラ市も開かれるため、女性から男性に本を、男性から女性に花を贈る習慣がありますということだそうです。本のイメージ図切手ですね。もう80円50円切手じゃなくなっちゃいましたね。悲しいね。さらに花束、そして帽子ですね。はい、ということでした。惜しいな、最終問題を逃した。お疲れ様で、解説では、さあどんどんいきましょう。遊戯の常識、ターンエンドですね。将棋の不評の駒の裏は次のうちどれか。塔ですね。不評の駒の裏にはどのような文字が書かれています。はい、不平でいいの。不評は前方に1マスずつ進むこと、ことしかできませんが、負のない将棋は負け将棋と言われるように、それをどう生かすかが戦略の鍵となります。さて、将棋のルールでは相手陣の3段目以内に入ると裏返して成ることができます。桂車、桂馬、銀は成ると金と同じ動きをし、同じ動きができます。したがって駒の裏は金と書かれています。飛車、行、角行、がなると自身の動きを、働きを持ったまま王のような、王の動き方もできるようになります。ここら辺もややこしいですね。飛車の裏には竜王や竜、角行の裏には竜馬、馬と書かれていることがありますと。不評がなると金の動き方ができるようになります。不評の裏には、大抵の場合とのような文字が書かれています。そこからと金と呼ばれるようになることが多いのですが、このような文字が書かれている理由ははっきりしていません。諸説があるらしいですね。代表的な説には金の略字、上るが塔になった、金と同じ根金と読む今を崩した字と字を当てた、などの説があると。いろんな説があるみたいですね。桂馬、空に飛車、角行、歩兵、はい、ということだそうです。将棋ね、今熱いからね。花札には主に植物や動物が描かれているが、人物が描かれている札もある。人物はないんじゃないかな。バツあんの。花札には一枚だけ人物が描かれた札があります。知らねー。描かれているのは小野道風です。小野道風だそうです。知らねーって。それは知らんかったわ。いくら任天堂好きでも花札までは知らんわ。小野道風は平安時代の書家で、藤原の、助政と藤原の成幸のともに、三席、つまり三人の名書道家と呼ばれた人です。札の絵柄には、柳に飛びつこうとして飛びつけないカエルに、書を学ぶ自身の苦闘する
姿を重ね合わせているものだとも言われているということだそうです。うん、この柳に飛びつこうとして飛びつけないでいるカエルを見て自分のその成長をこう見ている、そんな絵だそうです。そんなものを、描かれている、そんな札があるそうです。英語で糸の子という意味がつく、うん、このパズルを何というか。糸の子、あーはいはいはい、あれね、映画であったよね、ソジョグかーって、うん、映画あったあるかい、ジグソーですね、うん、映画ソーってありましたね、あのなんかちょっとサイコパスっぽい映画。ジグソーパズル。ジグソーパズルは厚紙などに印刷された絵や写真をバラバラにしてその断片を元通りにする遊びです。はい、写真のようなパズルをジグソーパズルと言います。ジグソーパズルは厚紙などに印刷された絵や写真をバラバラに切り離しその断片ピースを組み合わせて元通りにする遊びです。ジグソーとは、英語で糸の子という意味ですということですね。矢野漫画提供している完成途中の、パズル、うん、そうパズル結構矢野漫作ってるんですよね、うん、矢野漫で言ったらランナバウトっていうゲームを実況したことがありますけど、ああいったゲームを作ってますが、ジグソーパズルも結構なんか輸入したり販売してたりします、うん、矢野漫の話でした。次のうちメインクーンはどれか。メインクーン、いや猫なんでしょうけど猫なんでしょうけれどもですよ、これかな。はい正解。メインクーンは大型の猫の品種で、オスの中には 8kg になるものもいます。8キロはでかいですよ、メインクーンはアメリカ原産の大型の猫の品種です。成長が遅い品種と言われていますが、オスの中には体重が 8kg になるものもいますということで、メインクーンの写真、さらにはコラッとだそうです。なんか、あーそっか、うん、そっかそっか、ロシアンブルーかなんかかと思ったけど、目があれだもんね、うん、普通の目してもね、ブルーな目はじゃなかったもん、スコティッシュフォールド、耳が垂れ下がっていて可愛い猫の写真に癒されるときあるわ、ほんとも猫の写真を見るだけのインターネットしてるときあるわ、ほんとに、さらにコーニッシュレックス、見たことねえわ、見たことねえ、そう首の後ろがこうダルメシアみたいになってるのね。もう一回見ましょうか。いやもう一回見る必要性はないかもしれないけど、こう首の後ろがこう、なんでしょう、ブルドッグって言ったらいいかなみたいな感じになってますよね、うん、そんな話。なんだこいつ、この映像のようなダンスをなんというか。あーはいはいはい、あれね、うん、仙人暮らしですよ、仙人暮らしマンすげえ強そうやんめっちゃ朝早く起きそうやん精進料理食ってそうやんいやー仙人暮らしマンではないでしょうね、ランニングマンでしょうね、ランニングマン、エグザイルでよくやってる。はい正解。まるでその場で走っているように見えるこのダンスステップをランニングマンと言います。ガッチガチでやってるのこの人、ガッチガチのランニングマンですね。はい、ランニングマンとは片足を上げその足を下ろすと同時にもう片方の足を後ろに引くダンスステップのことです。ヒップホップ（かっこアメリカ、ニューヨーク発祥の音楽やダンスなどのスタイルの基本となるステップの一つで、まるでその場を走っているように見える動作が特徴ですということで、ランニングマンの映像でございましたね。ということで4問正解、花札を落としました。解説ではより深い。さあじゃあ続いていきましょう、教養の常識でございます。1938年に南アフリカ東南沖で発見されたこの古代魚、なんというか。これはもしやしてシカースブートラン、シカースブートランシカースブートランって言ったらなんかなんやろ、すごいダイエット効果ありそう、
シカースブートランって言ったらね、うん、シーラカースですね。はい、ミッシルの深海というアルバムにもこの曲があります。このタイトルね、シーラカンスという曲があります。非常にいい曲ですよ、うん。イラストの絵はシーラカンスです。シーラカンスは7000万年ほど前に絶滅したとされていましたが、1938年に南アフリカ、東岸沖で、生きているシーラカンスが発見されました。現在生息する甲骨魚類の中で最も原始的な特徴を持つ魚で、生きた化石と呼ばれています。また化石種と同じ特徴を持っているため古代魚と呼ぶ場合もあります。ということでシーラカンス古代魚、このイラストを描いたのは工藤さんです。はい、さあ続いていきましょう。2問目。次のうちチャイコフスキーのバレエ音楽でないのはどれか。チャイコフスキーのバレエ音楽ではないのは。2. 火の鳥。 3. くるみ割り人形。 4. 白鳥の湖。チャイコフスキーのバレエ音楽ではないの。火の鳥ぐらいじゃないですか。はい、正解。チャイコフスキーはくるみ割り人形、白鳥の湖などで知られる作曲家です。こういう顔です、チャイコフスキーの顔。解説。チャイコフスキーは19世紀のロシアの作曲家です。バレエ音楽、くるみ割り人形、白鳥の湖、眠れる森の美女、オーケストラ曲、スラブ行進曲などの優れた作品を書き、ロシア音楽を世界的水準にまで高めました。ちなみにバレエ音楽火の鳥は同じロシア出身の作曲家、ストラビンスキーです。ストラビンスキーの作品ですということですね。ピョートル・イリイッチ・チャイコフスキーという本名だそうです。うん、正式名は、字がつぶれてて分かんないね。ピーかピーか分かんないけど、ビョードル・イリノイッチ・イリ、じゃ、イリイッチ、うん、ビョードル・イリイッチ・チャイコフスキーだそうです。すげえ言いづらい。続いての問題いきましょう。次のうち、9で割り切れる数はどれか。9で割り切れる数。1265、2410、3585。9で割り切れる。だから、何ぼだ、何ぼだ、どっちかだ。65だ。これだ。おい。はい、正解。各位の数を足すと9の倍数になる数は9で割り切れます。あ、だそうです。だから5と8と5を足して9の倍数になったら、それは9で割り切れるぞと。なんかそんな問題一回出たな。それ忘れてたわ。585÷9、65。9で割り切れることができます。585を、それぞれ足していくと18になると。9の倍数だから、それは割り切れるよということだそうですね。はい。4問目。彫刻家の高村光雲と高村光太郎は親子である。その人を知らない。丸。正解。高村光雲が父、高村光太郎が息子です。だそうです、彫刻家と知られる高村光雲と、高村光太郎は親子です。高村光雲は1852年生まれ。日本の伝統的な、木彫、に西洋風の技術を取り入れて新しい彫刻への道を開きました。代表作に、老園、上野公園の西郷隆盛像、などがあります。高村光太郎は1883年生まれ、詩人としても知られ、詩集童貞だね、これ、確か。はあ、知恵子書などを発表しました。彫刻の代表作に、十和田湖のシンボル、乙女の像などがありますということで、そうです。西郷隆盛像を作ったのが高村光雲ですね。さらに、乙女の像を作ったのが高村光太郎だそうです。はい、ということでした。
最終問題いきましょう。日本の天気予報では台風と低気圧の違いを何によって決めているか。お1、風速。2、移動速度。3、気圧の低さ。4、暴風域の広さ。気圧の低さでしょうね。低気圧域内の最大風速が秒速 17.2 メートル以上のものを台風と呼びます。そっか、俺ずっとヘクトパスカルばっか見てたわ。台風見るとき、台風は熱帯低気圧、つまり熱帯の海上で発生する低気圧の一種です。気象庁では熱帯低気圧のうち、北西太平洋または南シナ海に存在し、低気圧域内の最大風速が秒速 17.2 メートル以上のものを台風と呼んでいます。だそうです。秒速 17.2 メートル以上の風速、最大風速を持っている低気圧が台風だそうです。間違えました。ヘクトパスカルは関係ないね。気圧は関係ないみたいです。お疲れ様でした。解説ではより、はい、ということでした。じゃあ最後いきましょう。遊びの問題からの、復習問題が出てきます。間違った問題が出てきますので頑張りましょう。復習の成果を、はい、1問目。暖房の中で着たことから名付けられた、はいはいはい、なんというか、フレンチコート、トレンチ、ん、どっちだったっけどっちかで間違ったんだよ。フレンチかトレンチで悩んで間違えたんだよね。トレンチ、フレンチっつったらなんかね、フランスっぽいよね。塹壕の中で来たから、あーでもフレンチか。ドンドフレチ、フレンチで行ってみよう。フレンチコート、フレンチコートって言う、そもそも。わかんない。あー、トレンチや。正解は第一次世界大戦に英国兵が塹壕内で着たことからついた名前です。それがフランスの塹壕じゃないのとか思ったから違ったんだね。塹壕という意味の名がついたコートはトレンチコートです。トレンチコートは同じ、布地の大きな肩当てがつき、ベルトを締めて着る活動的なコートです。第一次世界大戦の時、英国兵が塹壕内で着たことからこの名が付けられました。ということでトレンチコートでございました。はい、また間違ったよ。打ち上げ花火で2尺玉、3尺玉という場合、2尺、3尺とは何を表しているか。1、花火が開く瞬間の高度。2、開いた花火の直径。3、打ち上げる玉の直径。4、打ち上げるのに必要な筒の長さ。打ち上げる玉の直径なような気もするけど、開いた花火の直径のような気もする。こっちかな？直径が約30玉の直径でよかった。ちょうど1尺ほどなので尺玉と呼ばれます。間違って覚えがちやな俺はな。打ち上げ花火は玉皮と呼ばれる紙製の半球状の入れ物の内側に星と言われる、光や色を出す火薬を並べ、それを2つ合わせた中心部に、爆発用の割り火薬と呼ばれる火薬を詰めて作ります。この玉の直径によって花火の大きさが分類されています。単位には号が使われていますが、一般的に、いや違う、こう、慣用的にか、慣用的に尺貫法の単位、尺寸が使われることも多く、直径が約30センチの10号玉はちょうど1尺ほどなので尺玉と呼ばれます。ちなみに世界最大の花火は新潟県片貝町で打ち上げる4尺玉と言われています。重さは420キロ、開いた時の花火の直径は800メートルにもなり、ギネスブックにも登録されているということですね。はい、また間違えた。3問目。次の中から日本以外の国で生まれたとされる歌詞を3つ選べ。日本以外の国で生まれた歌詞、
桜餅は2本でしょうね。カステラはそうでしょう。杏仁豆腐もそうでしょう。甘納豆かコンペイトーか。これで多分俺も間違ったんだろうな。この二択で間違ったんだろうけど。コンペイトーかな。これでいってみよう。あ、正解、やっと当てた。この中ではコンペイトー、杏仁豆腐、カスピラが日本以外で作り出された菓子です。はい、やっと当てました。さあ4問目いきましょう。宝石などに用いられるカラットとはどの要素を測る単位か。あ、そんなもう昔の話や。1、大きさ。2、こんだけやってたらだいぶ昔の話やで。透明度。4、光の反射度。光の反射度と思われがちやけど違うんだろうね。質量かな。いや、大きさ。どっちか。どっちかです。大きさ。なあ、質量でいい。1カラットは 200mg です。質量でいいやん。カラットは大きさの単位と思われがちですが、質量の単位です。古代質量を表す基準となっていたのは、植物の実の名に由来します。うん、長い間地域によって表す質量にばらつきがありましたが、20世紀に入ってメートル法に組み込まれ、1カラット 200mg に統一されてきましたということですね。質量だったそうです。最終問題。マーケティングなどに用いられる用語。あ、これは覚えてるわ。これ最近やもん。 F2 の F とは何を指すものか。はいはい。1、感じる、フィール。2、女性、フィメール。3、流行、ファッション。4、未来、フューチャー。女性ですね。はい、正解。 F1、F2 の F は女性を意味するフィメールの頭文字です。はい、 OK です。失礼しますということで、2問ですね。調子が出ませんでした、本当に。結構古い問題から出たからね、きつかったです。ということで、最後は写真記憶をやって終わりましょう。もっと写真記憶。写真を見て覚えてください。犬3匹、鹿、景色、なんだ、カンガルーで、花、犬。インパラの写真はどれだった。これか、鹿か。インパラ、はいはい、インパラ。霊王の一種。角はオスにだけあり、長さ 75cm に達する。じゃあこれオスか。跳躍力が強い。中部アフリカ以南のサバンナに住む。シーパーイナイサーですね。写真を見て覚えてください。犬、景色、魚、イルカ、犬、花花。ダックスフントの写真はどれだった。犬はこっち。はい、来た。ダックスフント。ドイツ原産で、アナグマの猟犬の胴長で足が短い。アナグマの猟犬ない。小型化されたものはミニチュアダックスフントという。はいはい、言うよね。写真を見て覚えてください。ウツボ花花花花。ウツボ花花花。景色、犬、ウツボと犬、あとは花。ユングフラウの写真はどれだった。ユングフラウ、これか。ユングフラウ、はい、ユングフラウ来た。中南部アルプス山脈の後方、海抜4158m、高いな。美しい山容で知られる。突っ込んでるみたいな。海抜3454m 地点まで登山鉄道が通じる。へえ。写真を見て覚えてください。猫、桜、馬、牛、犬、魚、花。猫、犬。ブリティッシュショートヘアーの写真はどれだった。ショートヘア、これ。ああ、正解。ブリティッシュショートヘアー、これはもう答えてましたね。新写真じゃなかった。馬、犬、牛、なんやらかんやら。しだれ桜の写真はどれだった。こっちかこっち、こっちかこっちぐらいやね。こっちかな。はい、正解。しだれ桜、バラ科の落葉鉱木。オッケーオッケー。今回全問正解ですよ。枝の垂れ下がるもの。花は普通、単光白色五弁。オッケー、パーフェクト。パーフェクトですが、新写真は4枚だけ。お疲れ様です。頑張りましたね。ギャラリー収集率 41% になりました。今回手に入れた写真は
まずはユングフラウですね。さらに、はい、ダックスフント。そしてインパラ。そして最後がしだれ桜ですね。はい、この4つを手に入れました。はい、ということで、本日10月5日ミニスーファミの発売日ですけれども、私は手に入れておりません。それ以外のものが届きますので、じきじきにそのうち開封動画出しますんでミニファミコン以外の、ミニスーファミ以外のものを開封していきますので、そちらも楽しみにしていただければなと思います。そして来週はおそらく常識力指数を測れるんじゃないかなというところですね。目標は、これの62を少しでも上げる、 70% に近づけるというところですね。なんとか常識力指数を上げていきたいところでございます。また来週、みんなの常識力テレビでお会いいたしましょう。来週木曜日です。エンタのゲーミングザボックス、ご視聴ありがとうございました。